Hello, Yoshida-san. Hi. Nice to meet you. Nice to meet you. So, the first question, la première question, ça va être très simple. Donc, on va juste parler un petit peu de Yoshida et donc savoir un petit peu ce que lui, il fait dans sa vie, tout simplement. So, the first question will be, Yoshida-san like to travel in France. So, what is the best thing you like in France? でもやっぱりそのファンタジーなゲームを作っているときに、フランス特にパリってすごいやっぱり歴史を感じるし、まあやっぱりオブジェクト、まあオブジェクトって言い方しちゃうと本当カヤチャっぽいけど、オブジェクト一つ一つとってもやっぱり時間の積み重ねで出来上がってるものが多いので、まあどうしても滞在が短くてその観光っていうわけにはいかないけど、そういう空気が感じられる、本物の空気が感じられるっていうのはすごい刺激になります。あとはもちろんね、コミュニティの、フランスのコミュニティの皆さんもすごい熱狂的なので、会えるのが楽しみだっていうのももちろんあります。Yeah, thanks. Second question will be, what is the type of the day of Yoshida-san? What do you do like a normal day? 一日はどういう典型的な、まず大体、10時か11時に出社をして、2つ大抵その時点であって、もうなんか全社のそのスクエアニックス全体のことをやらなきゃいけないミーティングか、ファイナルファンタジー14のミーティングで、だいたいその朝から午後8時ぐらいまではほぼ全部ミーティングです。毎日1時間ずつ違う内容のミーティングです。でその後デスクに戻って、ようやくその日のメールを見始めるので、だいたいその午後8時から23時、11時ぐらいまでメールのチェックをしたり、自分で作らなきゃいけない資料を作ったり、その今回だとそのジャパンエキスポでプレゼンするためのプレゼンのベースのシートを作ったりしながら、アシスタントプロデューサーが、いや実はあなたが出てないミーティングでこんな問題がありましたとか、これを確認しなきゃ困りますとかっていうのをこう差し込まれながら、だいたい23時ぐらいまでそれをやって、ようやく少しファイナルファンタジー14のプレイを会社でし始めて、でゲームをしてたらまた確認にアシスタントプロデューサーが来て、ゲームをしてるのを怒られて、だいたい12時半ぐらいに会社を出る感じで、だいたい1時半ぐらいに家で14をさらにプレイするか、本を読んだり、まあ映画を見たりして、だいたい3時半ぐらいに寝て、だいたい8時に起きて会社へ行く準備をするっていうのが、だいたい平均的な1日。 So for this question, so when you play the games, what do you do on the games actually? Is doing primals, red? What do you do when you play the game? いや当然みんなと同じようにメインシナリオを終わらせなきゃいけないし、メインシナリオやったらプライマルバトルへ行って武器を取って、まあ、クラフターギアつけてレイドに行くっていうのをみんなと同じようにやってますよ。だいたいレイドがオープンしてから3周目ぐらいで全部クリアするっていう、だいたいサイクルです。今レベル78なので、もうちょっとでクリアですね。明日なんとかホテルでシャドウブリンガーズのメインシナリオを終わらせたいなとは思ってますけど、フォテンス4回目だ。開発中に3回クリアしてるんで。Okay, thanks. So, and now we're gonna talk more into the game. So, first of all, I wanna say, like, Shadowbringers is a huge success. Like, everyone loved it. Like, the sound, the music, the story is incredible. Like, it's not a question, but just we have to say that the game is perfect, actually. So, nice for that. So, the first question on the game is about tanks. So, actually, it's a good thing you made, like, all the four tanks can do the same jobs. But don't you feel like people gonna be, like, bored to play tanks? Because all four are the same, so don't you feel about that? 必ず、もちろん、その4ジョブ、タンクに今4ジョブ存在しますけど、そもそもの、それぞれのジョブのゲームメカニクスが違うので、当然その、どのジョブのメカニクスが好きかっていう個人のその好みっていうのは当然4つあるうちに出てくるので、そこで十分ゲーム体験を変えてるので、
それぞれ気に入ったジョブでタンクをやってくれればいいっていうふうにデザインしてるから、そこは心配してないです。So next will be on healers. So healers, the, it's, you ask before when you launch Shadowbringers, you say healers gonna heal more, not more DPS. But actually, on the primals we have like Titania and Innocence, actually healers don't heal that much because the mechanics is not that hard. So is that supposed to be that way, or maybe like on Savage, on Eden, will be harder mechanics for healers, more healing, or it will be the same? それは多分視点の違いだと思っていて、もともと例えばサベージやそれからアルティメットへ行くようなプレイヤーからすると、もう極番神ってそんなに難しいコンテンツじゃないよね。だからその極番神っていうのはもうそのなんて言ったらいいんだろう、もうエンドとは考えてない、もっとそのミドルレンジのプレイヤーでもクリアできるようにって言って調整してるので、あのそういうプレイヤーにとっては多分簡単だとは思ってないはずなので、多分ねそれは視点の違いだと思います。で今のような意見を言ってくるあのハードコアプレイヤー、ハイスキルのプレイヤーはまあぜひサベージをやってもらえればなんとなくわかるかなとは思います。 So still healers、actually are you satisfied because compared to tanksLike all three healers are totally different. Like Astro mentioned, White Mage, they're not playing the same type of game. Are you actually okay with the balance between all these three healers? Because it's really different. Like the White Mage can do ton of damage compared maybe to Astro Mage with lacking of heal. So is that your point to make like White Mage that strong, or you didn't know it will be that strong on Shadowbringers actually? 僕 E3 のタイミングでホワイトメージが弱い、なんで我々にはシナジーがないんだってすごい言われたんですよ。2週間前かな。まあだからシナジーがない分ないなりの調整をしてあるよっていう答えを出したんですね。そしたら今度ホワイトメージの DPS だけを見て DPS が高いって言ってるじゃないですか。シナジーどこ行ったんですかって他のジョブの。なので僕らはシナジーとその個人の DPS っていうのを全体のバランスを見て取ってるので、あのみんなね自分のメインジョブが強くあってほしいっていうのはわかるけど、あの全体バランスをね見てほしいなって。でまだサベージ空いてないから、まあサベージをぜひプレイしてまたフィードバックが欲しいです。ただそのじゃあサベージがオープンするまで何もやらないかっていうと、多分それもなくて、プレイヤーの皆さんが使っていく中であまりにもこの例えば魔法スMP の消費が大きすぎるよなとか、それは当然その世界中のプレイヤーのフィードバック、レベル80のフィードバックっていうのを見ながら数値はいくつか多分調整するとは思ってるので、何もしないってわけじゃないので、それもちゃんとあのお伝えしておきます。まああとはその効果時間が短すぎてあまりにも忙しくなってるアクションとかっていうのも、効果時間を調整してもうちょっとゆとりのある時間にしたりとかっていうのは、あのおそらくサベージ開くまでに少しずつはやっていくと思うので、何もしないってわけじゃないのだけあの理解しておいてもらえると。 So just about White Mage, one last question. Is that normal?、a White Mage can crit over 100,000 like every 60 seconds? Is that normal? 今その部分だけ開発チームが多分ディスカッションしてるはずです。Okay, because actually the White Mage is the one who have the best attack in the game. Like he's doing more damage than a Midori of Samurai.Is that normal? そこのメカニクスだけ多分今確認してると思います。Thanks. No, so now for DPS, because、we have all the jobs. So you wanted for DPS,、when you take out all the debuff, like slashing and stuff, you wanted to players who play DPS can play anything and have fun playing them. So that's really cool. But now you made this thing, don't you think you have like Samurai is really too strong now and you can play like even double Samurai in some teams? Because it's doing way too more DPS compared to like a ninja, even if you have trick attack or something. It's not too much DPS now for just one job. でもそれでリミットブレイクゲージが溜まりにくくなって結局突破できないっていうシチュエーションだって当然出てくると思ってるので、なんだろう、やっぱり今サベージが空いてない、今その敵がいない状態でその数字だけを見られても、僕らは全体でバランスをやっぱり取ってるので、もちろんそれがあまりにも顕著だった場合調整するとは思うけど、現時点でやっぱりまだ何も言えない、みんなちょっと先走りすぎじゃないって思いますけどね。2年ごとに毎回これをやってるので